たぜシーリア。バティはどこだ。こういう時何と言えばいいのかしら。よくたどり着きましたね。待っていましたよ。で、よいのかしら。バティさんたちはあちらにいますよ。なぜオウムが。ユタがあなたに返したみたいだけど、また連れてきちゃいました。だってオムちゃんは私や人類にとって必要な素材なんだもの。まったく、ユタはそういう優しいところがダメな子なのよね。後でたっぷりとお仕置きしてあげるから覚悟しておいてね。あの変態野郎、簡単に奪われやがって。俺がお前らに勝てば二人とも返してもらうぞ。約束は守りますよ。さあ、私の子とテイヤの子、どちらが終局の地に立つのにふさわしい資質を秘めているのか、存分に確かめ合いましょう。立ちふさがるのであれば。避けろ。なるほど。食らうかよ。こういうのが好きなの。言っとくが、手加減なんかできねえからな。入った、うん、そんな目で見つめられたらもっと頑張りたくなっちゃうじゃない。これは舐めるな。この場所はまずい。立っているだけで体力を失っていく。まずは一人だ。一人ずつ片付けていく。叩き潰す。とどめだ。シリア、まずは一人目だ。さすがテイヤの子、進化の速度が速い。もう私なんかじゃ相手にならないわね。でもそうでなくちゃ面白くないわ。戦いに特化した作りにはなっていない私の体なんて簡単に潰せるくらいじゃないと。ごたくはいい。とっとと続きをやろうぜ。バティとオムをいつまでもあんなとこに晒しておけるかよ。本当は今にも倒れそうなくせに精一杯虚勢を張っているのね。
本当に可愛い。シエリア、もう休め。その体は替えが存在しない。大切にしろ。この男は私一人で問題ない。あら、私ビーグさんがあなたに裂かれるところを見たかったのだけれど。シエリア、しょうがないな。ユタは一度言い出したら曲げない子だしな。わかったわ。私は体を補修してくる。ユタ、後でビーグさんをどんな風に殺したのか教えてよね。ユタの次はてめえの番だ。首を洗って待っていろ、シーリア。あなたの存在はシーリアのためにならない。あなたと接するたびに彼女の心は揺れている。彼女は絶対でなければならない。でなければ壊れてしまう。何わけのわかんねえこと言ってるんだよ。いいんだ。私も少しあなたにこだわりすぎていた。もう、そして全ての始まりを作ろう。相変わらずわけがわかんねえが、いいぜ、来いよ。叩き潰してやる。くそ、目がかすんできやがった。あと少しなんだ。あと少しの間でいい。動いてくれ、俺の体。立ちふさがるのであればここだ。ふっ、うわ。言っとくが手加減なんかできねえからな。ふっ、まだだ。この流れ変えてやる。すまない。埋めようのない力の差があることは初めから分かっていた。遺伝子の資質が違うんだ。それは種が違うということ。人と大熊が素手でやり合っても結果は目に見えている。あなたが人であり続ける限り私を超えることはできない。バディ、オウム。まだだ。まだ勝負はついていねえ。あなたをいたぶるつもりはない。せめて苦しまないよう一振りで終わらせる。バディ、オウム。チッ、やっぱこれじゃ仕留められねえか。お前ら俺を忘れてやしねえか。あんな雑魚ごとき何体食らいつかれようがくたばる俺じゃないぜ。王が遅れて登場ってとこがいかにも主役っぽいだろう。それにしてもビーグ、ちょっと情けないぜ。もう負けるわけにはいかないって言っといたはずだがな。
すまない。まあいいさ。ユタは強い。よくここまで耐えてくれた。あとは俺に任せろ。見たところ、あなたも立っているのがやっとのように感じるが、いいだろう。全力で全てを終わらせる。寂しい野郎だぜ。寂しい。本気で人を愛せないし、愛されてもいない。私はシーリアを愛している。そしてシーリアは私を愛してくれている。ちげえな。お前らのそれは依存だ。お前はただ自分の存在を認めてほしいだけだ。違う。あなたにわかるはずもない。シーリアはお前の強さに依存してるだけさ。お前に力がなけりゃすぐに処理されてただろうよ。違う。違う。あなたはシーリアを知らない。彼女の壮絶な思いも覚悟も。私は彼女を静かになで、彼女は私を優しく抱いてくれる。本当は分かってんだろ。お前はただの道具に過ぎないのさ。たとえここでお前が負けようが、シーリアは助けには来ない。それは私を信頼してるから。私がまた彼女の胸に戻ると信じているからだ。ははっ、いいね、図星だな。いい感じに感情を出せてるじゃねえか。いつもよりよっぽど人間らしいぜ。それ以上は喋るな。いいぜ、来いよ。力ずくでいい。俺を黙らせてみろ。バティ、オム、今すぐ助けてやるからな。あと少し。で、死にたい奴はドイツだ。おらよ。楽しくなってきた。あなたの命の灯火はもはや吹けば消えるほどに儚い。よくそんな状態で楽に死ねるとは思わないことだ。俺は二度と負けないと決めた。負けたら命よりも世界よりも大切なものを二つも失うからだ。だから何があっても絶対に負けない。お前には分からんだろうがな。私にだって失いたくないものはある。シーリアがいない世界なんて存在する価値はない。言うじゃねえか。どっちの思いが強いか決着をつけようぜ。危ねえな。あってえな。楽しくなってきた。おりゃ。まだまだ。でぇ。オーガー。俺をひざまずかせてみろよ。ど真ん中。
てえな。なぜだ、なぜまだ戦える。あなたはもう立っていることすらできるはずがないのに。言っただろう、俺は負けないって決めたんだ。バティとオムはあんなに高いところにいるんだ。ひざまずいたら、倒れたら、それ五体をバラバラにしてやる。それなら嫌でも倒れるしかない。楽しくなってきた。おりゃオーガー、まだわからねえのか。お前の攻撃はもう効かねえんだよ。まだまだ。なぜ死なない、なぜだ。早く早く早く、私の前から消え失せろ。まだまだ行くぜ。感じるぜ、お前の恐怖が。お前は俺を恐れている。ああ、そうだ。俺はお前を倒す。ふざけるな。何なんだ。私とあなたでは資質が違うんだ。シーリアがそう言っていたんだ。出なければ、出なければ、私たちは。いいだろう、消えてやる。だがそれはお前を倒した後だ。一緒に行こうぜ。とことん付き合ってやるよ。クライスキー、築地市。なぜだ、なぜだ、なぜだ。うわっ、まだまだ。クライスキー、築地市。なぜだ。オーガー、じゃあもう効かねえんだよ。まだまだ。黙って消えろ。悪く思うなよ。どうだ、ユタ。バティとオムは返してもらう。どうだ、格下に負けた気分は。まだシーリアは助けに来ないな。お前には同情するが、レイチェルの剣もある。ここで仇を取らせてもらうぜ。シーリア、ん？
最後の鐘が鳴った。すまない。終わり。の。シーリア、私は。オーガ！そんな、バカな。オーガ！何回も言わせるな。俺がそう簡単にくたばるわけねえだろう。どうだ、バティとオムを取り戻したぜ。オーガ、あんた。まったくお前が頼りないから、年がいもなくちと頑張りすぎたぜ。すまない、すまない、オーガ。気にするな、俺は孫の顔を入れた。いい後継ぎにも恵まれた。多くの戦場を駆け抜け、多くの人間を殺した。それでもレイチェルは温かく出迎えてくれ、バティは笑顔を向けてくれた。それだけで十分だ。次はお前の番だぜ。バティとオムをここから脱出させて、次の世代を紡げ。オーガ、俺はお前ならできるさ。俺にはわかる。お前には特別な何かがある。俺なんかじゃとても到達できない。でかいことを成し遂げる、そんな気がする。俺なんか、オーガがいなければ何も守れなかった。大丈夫、少しずつだ。まずはバティとオムに居場所を作ってやれ。それが何より一番難しいことなんだぜ。オーガ、これからはお前がオーガを名乗れ。国に帰ったらお前が王の牙の隊長だ。そんな、オーガを名乗れるのはあんた一人しかいないだろう。俺はまたただの団体に戻るよ。なあ、いいだろう。もう休んでも。はあ、レイチェル、これからもずっと一緒だ。オーガ！ここは？
お父さん、お母さん、ちょっと待って、お父さん、お母さん、バティ体は大丈夫か？ええ、私は平気。元気にも程があるぜ。赤ん坊ってのはもっとこう弱々しいもんじゃないのか？あなたの子だしね。お前の子ねえ、お父さんとお母さんは？ああ、死んだよ。そっか、なんとなく分かってた。意識はなかったけど夢を見てた。お母さんもお父さんも私とオムを助けてくれた。お腹減ったのかな？ごめんね。ずっと欲しかったよね。これからはお腹いっぱい飲ませてあげるからね。スピーグ、今までのこと。まだだ！まだ足りない！うわあ！スピーグ！やめて、ビーグ！そんな戦い方じゃ！なんでこんなこと。俺は何もできなかった。お前のそばにいたのはレイチェルで、救ったのはオーガだ。強さが足りない。もっと強く、もっと強くならないと俺はまた。でもそんな自暴自棄な剣じゃ自分を壊すだけよ。じゃあどうすればいいんだよ。ここから出るにはユタは避けて通れない。俺はお前らを守りたいんだ。もう失うのは嫌なんだよ。ビーグ、私にはわかる。私たちはユタに打ち勝つ力をすでに備えている。お父さんはそのことを伝えようとしてくれていたんだと思う。そんなこと。ビーグ、お父さん、お母さんのお墓作ったって言ってたわよね。お父さんのお墓もそこに一緒に作ってあげましょう。
オーガのやつ、酒なんか備えてやがったな。そんなに飲みたかったのかよ。本当は呆れるわ。そこが大柄しいがな。さて、一応は二人の墓っていう体裁は整えた。オーガの体はないけどな。でも、思いはここにあるわ。国に帰れたら、もう一度作ってやらないとな。ねえ、せっかくだからお酒飲まない？今か？ええ。お父さんとお母さんも一緒に。ああ。いっぱいやるか。こんな時だが酒はうめえ。ここは海と月が綺麗だから、それだけで十分魚になるわね。だがオーガ、俺はまたあんたと飲みたかったよ。あんたらに教えてもらいたいことがまだ山ほどあった。私ももっと子供の育て方を教えてほしかった。あんたらともっと一緒にいたかった。ねえ見て、オムが笑ってる。初めてオムが笑ってるよ。ああ、なんだよ、可愛いじゃねえか。うん、すごくかわいい。こんな時でも、こんな状態でも、オムは少しずつ成長してくれているんだね。バディ、俺は今、父親になったんだって実感している。オムを守りたい。こいつに未来を作ってもらいたい。そのための道を作ってやりたい。こいつの笑顔を守りたい。私たち二人でならきっとできる。オーガは言っていた。バティがいつも笑顔をくれたって。それだけで十分だったって。うん、今なら俺にもわかるよ。私、オムのこの笑顔、お父さんとお母さんにも見てほしかった。ああ、見てほしかったのよ。すまない。すまなかった、バディ。ごめんね。いいんだ。私たちはお父さんたちから、お父さんたちはおじいちゃんたちから経験と思いを受け継いできて、私たちがオムにそれを伝えてゆく。そしてその経験と思いはそれぞれの中で何倍にも大きく成長してゆく。それが私たちの強さ。私たちは一人じゃない。私たちを思い今を紡いできてくれた幾千年の先人たち、そしてこれから生まれてくる未来の子供たちへの思い、そのすべてが私たち一人一人の中に宿っている。ユタたちが何をしようとしてるのかは知らねえが、背負ってるものの重さ、何も負けちゃいねえ。ええ、ビーグ、
あの人たちが知らないものを。オーガ、いや、ダンテ。あんたの命に従って、オーガの名はこれからは俺が引き継ぐ。名に恥じない男になってみせる。この酒をちぎりの杯にするぜ。お父さん、オーガの名を継いだとき、なんかしっくりこないって言ってた。オーガの名は、もっと似合う奴が現れるって。行こう、バティ。誰が立ち塞がろうが、どんなことが起きようが、家族三人で力を合わせて、家族三人で前に進もう。ええ。なんて言ったって、私たちは最強の一族なんだからね。ダンテ、レイチェル、これがあんたらと飲む最後の杯だ。俺はあんたを超える。じゃあな、あんたらに出会えてよかった。私、お父さんとお母さんの子供でよかった。もらった愛はオムに引き継いでいくわ。今まで育ててくれてありがとう。愛してくれてありがとう。ああ、ありがとう、ダンテ、レイチェル。ビグ、お前、その顔。これからはオーガだ。そっか、オーガか。私たちはシーリアとユタの元に行きます。オムをお願い。今度こそ頼んだぜ。お前しか頼れる奴がいないんだ。どうにか守り抜いてくれ。おいお、任せとけ。前は本当にすまなかった。あいつら予想以上に強くてよ、不意をつかれてあっという間に奪われちまった。もう絶対に遅れを取ったりはしないぜ。おめえらが戻ってくるまで何があってもオムを守る。いざとなったら本気を出すぜ。だから必ずオムの元に戻ってこいよ。